はい、えー、今回ですねテーマが「なりたい自分を演じる最高の役者になるなりたい自分を演じる最高の俳優になる」っていうことなんですけどこれね億万長者合宿でも久保さんがちょっと言ってたりとかまあ僕も言ったりとかしてたかなまあその役者を演じるっていうまあ僕はまあ動画を撮ってて、まあ、いろんな、うん、動画を撮ってるんですけど完全に役なんですようん全部役者なんですねどうもー みたいなバカなことやったりとか、まあ、真面目に喋ってみたりとか何かそういう役を演じてるんですよねだから普段の僕っていうのは全く喋らないんでうんまあこんなこと言ってもね見てる方は YouTube しか見てないのでほん本当の僕っていうのは知らないじゃないですか、まあ、知りえないんですよね本当の僕なんてだから YouTube 上でしかみ見てないじゃないですかで僕セミナー行ってもえあの役者なんでうんだから本当の僕っていうのは知る人はいないんじゃないかなと思いますねもう喋らないですもううん だから本当の僕っていうのは一人で車の中にいる時が僕のあの多分ね本当の僕っていうのは車の中で音楽を聴いて運転してる時が本当の僕なんじゃないかなと思います無言,あの無言でね音楽を自分の好きな音楽を聴いてバーンってアクセル踏んでる時が自分の本当の僕なのかなっていう、うん、だからね僕はね役を演じ,演じすぎて本当の自分なんやろうと思っちゃったりしますけどね <laughs> ぶっちゃけそのなりたい自分を演じる、うん、最高の俳優になるっていうかうーん自分って何者って思う時がありますただこの俳優を演じてきて要は役者を演じてきて僕があ思ったことを言いましょう要はうん役者を演じてきたことによってその役が好きっていう人が現れたんですよ、まあ、それがファンですよね「吉谷さんいつも見てます」っていうファンが現れたんですねでこのファンが現れたことによって あ演じてよかったなっていう役を演じてよかったなとかね、えー、その笑いを届けられてよかったなとかうんそうだからまあ僕がこの本出してる時ですねこの本出してる時にフェイスブックガンガンやってたんですよこの本にもちょっとあるかななんかその時変顔を超やってたんですよ変顔 ま完全に役を作って変顔をやとこう変顔さすがに載ってねえかな写真でさすがに載ってないですかねなんかまあ変顔をバンバン載せてたんですけどまあ演じてねでもそれを見て笑いましたとか面白かったですとかうんああとこういうなんか写真とかも使ったりとかね なんかいろいろやってみましたね。でもいろいろやった結果、役を演じることによって、その、ファンができて、で、あ、その役をいいって言ってくれる人がいたん、いる、出てくるんで、やってよかったなと思いますね。うん。だか面白いですよ。面白いですね。うん。あ、こういう反応もらえるんだっていう、まあ、発見の連続ですよね。バカンカンカンみたいにやると、 あのいいですもうちょっとやってくださいみたいなあ毛根婚いいやみたいなね「盲婚盲婚!もう」みたいなまあ嫌いな人にとっては嫌いかもしれないですけどとかねなんかまあいろいろな発見があってよかった面白いなと思いますね、うん、だからいろんな役者になれるっていうのはなんかハリウッドスターの人とかもいろんな役演じれるじゃないですかうんだからいろんな役を演じるっていうのは結構僕はおすすめですね、うん、どんななんななかその なんか恋愛ドラマしかできませんとかじゃなくて恋愛,恋愛もアクションも悪人もできるよみたいなだからね僕好きなのが僕はあの俳優さんです好きなのが藤原竜也さん好きなんですけど藤原竜也さんって結構いろいろできるんですよで藤原竜也さんと僕多分年齢ためなんですよね多分藤原竜也さんと僕ためなんじゃないかな藤原竜也さん好きなんですよね僕。 あやっぱタメだ。もう1982年生まれですね。藤原竜也さんタメですね。藤原竜也さん。であとは竹内力さんも好きなんですよ。竹内力さんってそのすごいなと思うのがそのやっぱ僕南の帝王とかそのやっぱヤクザ系の職が強いんですよ。竹内力さんって。だけど竹内力さんってパロディーもやるんですよ。なこれのやすもう竹内力さんを尊敬してるところはそこですよ。もう全くもう真逆のことも。 はあの普通だったら自分はこっち系だから出なかったりしたりとかするじゃないですかだけど竹内力さんんってパロディーもやるんですよねあすごいなーっていうだから一回竹内力さんのインタビューで「何でこんなやってるんですか?」って言ったら自分のやっぱそのできる、えー、演技を増やしたい、えー、もっとレパートリーを増やしたいだからいろんな挑戦するんだよみたいなインタビューをしてたんですけどすげえなと思いましたね。 あそこまでね、結構、ヤクザっぽいアっチ系の役にハマってる人が、これを挑戦していくっていうのはね、すごいなぁと思いましたね。感動しましたね。だから僕は竹内力さんをリスペクトしてますね。うん。でも僕は南の帝王が一番好きなんですけどね。まあ、同年代で言うと藤原竜也さんですかね。この藤原竜也さん演技うまいですね。僕好きですね、藤原竜也さんの演技は。うん。 はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございます。